ィリピン経済の回復は、COVID-19 の発生に対する、あまり効果的ではない管理によると、ムーディーズ・アナリティクスが発表しました。ムーディーズ・アナリティクスのコクラン氏は、フィリピンとインドネシアは、ワクチン不足や効果のない社会的距離を置く措置など、効果の低い COVID-19 政策に苦慮することになり、立ち直るタイミングに多くの不確実性が生じると述べています。ムーディーズ・アナリティクスが発表した相対的 COVID-19 経済リスク指数によると、フィリピンはアジア太平洋地域の20カ国中15位と最下位に近いです。この指標は人口に占めるワクチン接種率、100万人あたりの新規感染者数、100万人あたりの新規死亡者数をもとに、アジア太平洋地域の経済状況を評価したものです。ムーディーズ・アナリティクスによると、フィリピンは完全なワクチン接種を受けた人口の割合が 12% で13位でした。また、100万人あたりの新規感染者数と新規死亡者数の7日間の移動平均値では、フィリピンは15位でした。ムーディーズ・アナリティクスは、今年の回復経路が最も不安定である国の一つとしてフィリピンを挙げています。ちなみに、フィリピンでは2020年3月15日からロックダウンが続いており、途中途中で検疫区分の緩和などありましたが、現在も継続中です。また、今年に入り、検疫区分で一番厳しい、強化されたコミュニティ隔離措置が4月と8月に実施されました。現在、マニラ首都圏の検疫区分は2番目に厳しい、修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置ですが効果はあまりなく感染者数は右肩上がりです。8月30日には COVID-19 の1日あたりの感染者数が 22,366人と初めて1日の感染者数が2万人を突破しました。世界最長のロックダウンを行っているのにもかかわらず、ムーディーズ・アナリティクスの報告書のように効果は現れていません。政府は今年末までに人口の 70% がワクチンを完全に接種することを望んでいますが、完全にワクチン接種を終えた人は現時点で人口の 12.3% と 70% に程遠い数字です。ビジネスワールドの四半期の銀行報告書によると、ユニバーサルバンク及び商業銀行の42行の4月期から6月期の総資産は前年同期の18兆1650億ペソから 2.71% 増の18兆6570億ペソとなりました。第2四半期の資産増加は過去15年間または2006年第1四半期に記録した前年同期比の 1.02% の増加以来、最も遅いものとなりました。一方、これらの銀行の貸出総額は、前年同期比 5.60% 減の9兆2233億ペソとなり、前期の 5.98% 減よりも減少幅が縮小しました。株主資本利益率の中央値に基づく収益性は、前四半期の 3.89%、前年同期の 4.89% から、当四半期は 2.77% に低下しました。不良債権は、前年同期の 3,618 億9000万ペソから、3,891 億6000万ペソへと 7.53% 増加しました。これにより、ローンポートフォリオ全体に占める不良債権の割合は第2四半期には 4.67% となり、昨年第2四半期の 2.02%、第1四半期に記録した 4.12% を上回りました。ローンは支払い期日を30日以上過ぎても未払いの状態が続くと不良債権とみなされます。不良債権は借り手が債務不履行に陥る可能性が高いため、貸し手の資産の質に対するリスクとみなされます。ユニバーサルバンク及び商業銀行の不良資産比率は、
第2四半期には 1.46% となり、前期の 1.38%、昨年の 0.91% を上回りました。一方、大手銀行の自己資本比率の中央値は、第2四半期には 22.34% となり、前3ヶ月間の 19.78% を上回りました。バンコセントラルナンピリピナスが定めた必要最低水準の 10% と、国際決済銀行の基準である 8% を上回っています。ちなみに、BSP の発表のデータによると、不良債権比率は徐々に上がっていて、1月を除き 4% を超えていて、2009年5月に記録した 4.37% 以来の12年ぶりの高水準となっています。フィリピンの銀行の不良債権比率がさらに上昇して、今年は 6% を超える可能性があるため、非常に脆弱な銀行の財務実績をより詳細に監視する必要があると BSP は指摘しています。8月にマニラ首都圏と近郊の州で厳しいロックダウンが再び実施されたことで、フィリピンの工場生産高は15ヶ月ぶりの低水準に落ち込みました。IHS マークイットが約400社を対象に実施した調査によると、フィリピンの工場生産高を示す購買担当者指数は前月の 50.4 から8月に 46.4 に低下しました。拡大と縮小を分ける50を大幅に下回り、IHS マークイットは先月、マニラ首都圏と近郊の州が高い感染力を持つデルタ株の感染拡大を受けて、検疫を強化したことによるもので、驚くことではないと述べています。マニラ首都圏の工場は、新しいデルタ型の感染拡大を抑えるために、再び生産ラインを停止しました。操業停止が続いたことで、生産量は5ヶ月連続で減少し、その速度は調査史上4番目に早いものとなりました。調査対象となった企業によると、先月は内需と外需の両方が崩壊し、輸出は2020年7月以来の急速なペースで減少しました。取引先からの注文が少ないため、工場はコスト削減のために生産前に必要な材料の購入を減らし、在庫が減少しています。また、移動手段の制限や事業所の閉鎖により、多くの工場従業員が出勤できず、退職や解雇を余儀なくされています。今後、企業はロックダウンのさらなる緩和の鍵となるワクチン接種の増加に期待しており、数ヶ月後には需要が増加するだろうと述べています。IHS マークイットのパテル氏は、今回の景気後退が一時的なものであるとの期待から、企業の先行きに対する期待は楽観的であると述べています。ちなみに、フィリピンの PMI は入手できたデータ、2017年からパンデミック前は一度も50を切ったことがありませんでした。ロックダウンが始まった2020年3月以降は、ほとんどの月で50を切っていましたが、今年は厳しいロックダウンが行われた月以外は50を超えていました。このことから、検疫が緩和されればまた、フィリピンの工場生産高は上がり、PMI は50を超えると楽観視しています。ユニオンバンクオブフィリピンは、アジアを代表するデジタル資産カストディアンであるヘックストラストと提携し、デジタル資産カストディサービスを試験的に開始しました。この提携は、ヘックストラストがユニオンバンクの従業員向けに社内サービスとして、デジタル資産保管を提供することから始まります。次の段階であるユニオンバンクの顧客向けに完全に商業化されたデジタル資産保管サービスを準備するための試験的な運用となります。ユニオンバンクはこのサービスを提供するにあたり、バンコセントラルナンピリピナスに完全に準拠しています。今回の提携により、ユニオンバンクは銀行が
デジタル資産分野に参入し始める中で、再び業界の最前線に立つことになります。ユニオンバンクは、より多くの顧客や機関投資家が、デジタル資産やブロックチェーンに関心を示すことで、デジタル資産の分野が成熟していくと考えています。ユニオンバンクのアグダ氏は、デジタル資産は、それが暗号通貨、NFT、トークン化された資産のいずれの形態であっても、これからも存在し続けるでしょう。当社は、フィリピンの銀行として初めて、BSP の監督のもと、従業員を対象とした、デジタル資産のカストディサービスを試験的に開始します。お客様のデジタル資産を、安全に保護するシステムの基盤を整えることができることを嬉しく思っていますと述べています。ちなみに、ユニオンバンクは、デジタルバンキングの完全子会社である、ユニオンデジタルバンクの設立承認を BSP から得ています。ユニオンバンクは、イーオンをこの新しい子会社に組み込むことになると思われます。イーオンは、顔認証による口座開設機能、セルフィーバンキングを備えたフィリピン発の電子マネーです。UBP の週足チャートは、50週移動平均線が200週移動平均線をゴールデンクロスしました。過去の実績から、これにより数年は上昇傾向が続くと思われます。株価のサポートは 75.50 ペソ、レジスタンスは 86.05 ペソです。ドゥテルテ大統領は、マカオに本拠を置く、ギャラクシーエンターテイメントグループと、メガワールドコープが、ボラカイ島に、統合カジノリゾートプロジェクトを、設置する計画を進めることを承認したと、フィリピン娯楽賭博公社が発表しました。大統領は、以前の発言を撤回し、政府のために、より多くの資金を生み出すために、ボラカイ島でのカジノを許可すると述べました。2018年2月、大統領は供給過剰を防ぐために、フィリピンでの新規カジノの参入、創設の停止を命じました。また、ボラカイ島の汚染を6ヶ月間、浄化作業にする計画を進めるにあたり、ボラカイ島でのカジノ設置を禁止しました。大統領の命令に先立ち、ギャラクシーエンターテイメントとメガワールドが、ボラカイ島のサボイホテルブランドで計画しているカジノは、パグコアからゲーミング運営の暫定ライセンスを取得していました。2017年に、ギャラクシーエンターテイメントと、レジャー&リゾートワールドコープは、ボラカイ島に5億ドル規模のカジノリゾートを建設する計画を発表しました。しかし、大統領のカジノ禁止令により、LRW は、ギャラクシーエンターテイメントとの計画を取りやめています。パグコアの今回の発表を受けて、タン氏は、ボラカイ、ニューコストでのカジノプロジェクトを進めます。ボラカイ島の観光産業が早く回復することをとても期待していますと述べました。ちなみに政府は、パンデミックが長引く中、新たな収入源を求めて、馬祭鉱山社を筆頭に、国有鉱山の民営化計画を進めていると、先日、ドミンゲス財務長官は述べています。まだ、未定だが政府は、パグコアと PCSO の民営化についても検討をしています。また、BIR は、暗号通貨ベースのゲームプラットフォームから得た収入も、所得税の支払いの対象となるとしています。現在、政府は、歳入より歳出が多くなり、過去最高の国家予算を提出したため、あの手この手で財源確保に向けていろいろと動いています。メグの週足チャートは今年 30% 近く下落をしていて、すべての移動平均線を下回っています。株価のサポートは 2.60 ペソ、レジスタンスは 3.31 ペソです。チャンネル登録もよろしくお願いします。